そんなことさせるために命を助けたんじゃねえぞ、じいさんは。そんなこと分かってんなら生き抜いてみせろよ。だいたいそんくらいの覚悟があるんだったら船から助けるぐらいのことしてみろ。やりもしねえのに口だけで命かけるとか言うな。ルフィ、お前なんかに言われなくたってならちょうどいい。俺はこれからあいつをぶっ飛ばしに行く。来るか。行く。連れてけ。よし。ああ、しょうがないか。3億ベリーも諦めるわけ。冗談見て、本当に匂いだけでたどり着いた。ああ、信じてなかったのかよ。外輪が溜まってる。向こうもいろいろとあるもんね。レフィー、あとはスピニアっていいわ。おう。空気重たくない。そりゃしょうがないでしょう。いきなり兄弟ですって言われてもね。惜しい。元気出せよ。あれほど探してなかったんだ。気持ちはわかるが。惜しい。そうだよ。惜しい。おい、あんた。大事なもんだって言ってたからな。足元にあったのを拾っといた。ありがとう。お前いいやつだな。ナミ、また直して。はいはい。島が見えたぞー。あれがゴールの島ね。おじいさんの持ち出してくれたログとも合ってるってことは優勝。いいじゃんか。そら聞いちゃくんないさ。私たちは海賊なのよ。こういう時は逃げるしかないでしょう。でもでも、あんたはこれから日の当たるところで生きるの。お尋ね者となんか関わっちゃダメ。もう生きる意味ないなんて言わない。